こちらにございますのは津浜と申します。これは天徳代理歌合わせ、1960年に行われました天徳代理歌合わせに使われたものを、模したものでございます。右肩の方は、このように金銀の花、そして亀、そして船がございます。それぞれ、この木々やあるいはその亀のところに、歌が書いてあったというふうにされています。ですから昔はこれを見て、歌を読んだわけでございます。あちらの方は銀の鶴が向かい合わせになってございます。あの鶴が歌を加えていたとされています。あとあの葉っぱの裏に歌が書いてあったという記録も。しかしあまりにもそれは大変ですので、現在ではこのように懐紙というもので、歌をやっていきます。でルールなんですけれども、一応公平の原則というのがございまして、つまり、いつもどっちかが先行だとやはり有利不利がありますので、前の勝負で負けた方から次は出ます。ですから最初左が先なんですけども、左右ときた。でもし左が勝ったら次は右から出ます。だからあの今ね、書いていただくときにどっちがやってるのかっていうのをよくあの見てください。つまり、右からやる場合があるんですね。右が先で、つまり前に右が負けたら負けた方が先に出ます。だから書くときに全部その順番で書いていっちゃうと、左右逆になってしまいますから、今どっちがやってるのか、もう見ればわかります。とにかく、赤い方が左、そして、緑色、青い方が右でございます。あの一番最初におります、そのトウという人がありますね。トウという人が着ている格好、ちょっとトウを着ていただけますか。お二人トウ、お二人ちょっとだけあの顔をちらっと覗かせてください。はい、こちらが左のトウでございます。はい、左のトウ、あ、もう帰っていいですよ。はい、はい、こちらが右のトウ。はい、ですから右はこちらをやります。こちらやってたら右でございますよ。はい、というふうにあの色分けをしてございます。こういうのがその、当時村上天皇という天皇が、そういう趣向を作ったんでございますね。まあ、あの男どもは、色というのは大体身分によって決まっておりますので、あんまりダメなんですけれども、女の人は色自由でございますから、こういうふうにカラーバランスを取りまして、色合いをつけているという、こういうことになるわけでございます。それで、まあ、あのこれが10番進みますと何勝何敗何分けということで、どっちのチームが勝ったか、ということです。まあ、私は左型ですので左型勝つと確信しておりますけれども、もしかしたら右型が勝つかもしれません。で、勝った方は威張ってればいいんですけど、負けた方は勝った方におごらなければならないという、負け技というシステムがございます。競合をしなければならない。まあ、今日はちょっとその共和王は、後であちらの方で、宴会がございますので、その時にやるとしまして、余興がございます。魚遊というのがついているのが普通で、管弦の遊びでございますが、今日は特別に、舞楽でございます。なかなかこのお座敷で舞楽をやるなんてのは、前代未聞だと思いますですけど、乱領王という曲を、やります。これは作法舞でございますので、まあ、左方が勝利をするというそういうことなんだと思いますですけどね、左の舞でございます。右方舞だったらなそりでなければいけないということで、あの勝った方、大体ですが最後の勝負に勝った方の舞をやるというのが普通なんですけれども、まあ、今回は、まあどっちが勝っても左方の舞を出します。でその後、老栄家臣というものを歌いまして、閉じ目ということにいたしたいと思います。家臣で、まあ、歌える人は皆一緒に歌っていただきたいと、こういうふうに思ってございます。はい、ということで、あと5分ぐらいで始まりますので、もう少々お待ちいただければと思います。本日はどうぞよろしくお願いします。加藤の前にいたまえ。
冬の日池の水鳥ということを読める大和歌忍ばずの池の水面に朝まだき池にいて
目音の中むつばじきことを羨めやもめの苦しみさこそと思わるれどいささか十回に過ぎたり右カモの群れの泳ぐを軍人に見立てたる面白しと言えども
いささか恐ろしん。よりて字となす。字は日分けなり。食べてよいぞ。なからより降りたるは字なるべき。お分かりか。では大砲の浄土の池の水鳥は今ぞ飛び立つ金沙を蹴りて最池の水面揺らしゆく
時を忘れて我たたずめり左、全身往生要衆を思えるべし、仏教の心を深し、極楽の黄金地、ありさまありがたし。右、優しくつこまつれ、されど歌の心弱し、左を持ちて勝ちとなす。空襲に焼かれし人を
空も一つに。住む月の波のもなかに今回は南鎮奉祭いたし、右肩左肩に難ありや、風習に焼かれし人を宇部市長、この庭の池に、水鳥の遊び。左の歌は大変素晴らしい歌で、心にしみ入りましたけれども、髪の毛が重すぎて、台である池の水鳥が薄く感じられましたので、あまりよろしくない。左肩、神通ことありや、作者、お願いいたします。この原神庵の池は、終戦の年1945年の3月10日の空襲で下町がやられましたときに、たくさんの死者が出ました。ですぐには、通常通りの処理ができないで、この池に埋めたと、一時埋めたと聞いております。でその後、改めて埋葬いたしましたと聞いております。最初、そのことを考えましたときに、この庭の池に水鳥が遊ぶではなくて、この池の水鳥を泣けと作ったんでございますが、あまりに厳しいかと思って水鳥遊ぶと直しました。そういう歌でございます。右の歌に難ありや、池水も空も一粒に住む月の、池の最中ですね、池の最中に鳥の、漂う。意図優れたる歌なれども、波のもなかにっていうかし、波の和菓子にいてもあるまいね言葉いうかし、いかに鎮ずることありや。それはですね、その名を返すようですけどもなかというのはもなかな
こうやかの言うのはですね。月水も空も一つに住む月の波の最中にとね飛び漂う。この言葉の深ければ何も申し上げることはございません。その言葉意図よし。これが何ですか。三次ていわく原神庵の庭の池の由緒深きこと限りなし平和の尊さを思うべし水鳥は亡き人の魂ということもあれば魂爪の歌と聞こえ右歌清らなる歌でされどもなかいささか甘き者に思いがいたして左を持ちて立ちこなし参りました。